こんにちは、学習塾1945です。今日は、ゆっくりが問題の紹介と解説をしていきます。必要であれば、一時停止をして、ガイダンスを読んでおきましょう。では、よろしくお願いします。ということで、今回の問題は、こちらです。まずは、一時停止をして解いてみてください。では、解説をしていきましょう。今回は、キューバの問題です。まず、キューバの位置は、アですね。そして、キューバ危機の時の指導者は、カストロですので、正解は2ですよ。ちなみに、レオナルド・ダ・ヴィンチは、1500年あたりの、イタリアのルネサンスの頃の画家で、美術以外にも建築など、何でもできる万能人です。まあ、それはそれとして、このキューバといえば、キューバ危機とキューバ革命なのですが、この内容は大丈夫でしょうか？次のスライドから、このあたりのことを、話してみたいと思います。なお、これを理解するには、歴史動画17の知識が必要となりますので、このあたりが、あやふやな人は、動画説明欄から動画を見てください。資本主義のアメリカと、社会主義のソ連の冷戦が始まって、しばらくした、1950年代。この頃、アメリカは、キューバを何としても味方というか、古文にしたかったんです。逆に言えば、このようにアメリカとキューバは近いから、もしキューバが敵のソ連の味方になったら、どうでしょうか？キューバ経由で攻撃されるのが怖いですよね。だから、どうしても、キューバをソ連の仲間にしたくありませんでした。そこでアメリカは、当時のキューバの政権に賄賂を渡したらしく、この頃のキューバは、アメリカが好き勝手できる。アメリカにとって都合の良い政治が行われていました。しかし、このやり方は逆効果でした。極端に言えば、アメリカはキューバを植民地というか、奴隷にするようなものだったからです。つまりこれで、キューバの反米感情が芽生えてしまいます。だから、1959年、カストロがキューバ革命を起こし、キューバは反米の社会主義国家になりました。逆に言えば、キューバはソ連に近づき、ソ連の味方になるという、皮肉な結果となりました。で、その皮肉は、さらに続きます。この後、ソ連は、なんとキューバに、ミサイル基地を建設するのです。そしてそれを、アメリカが発見します。ソ連がキューバ経由でアメリカを攻撃する、という不穏な空気が、世界に流れました。これが、キューバから始まる戦争の危機。1962年のキューバ危機です。で、このキューバ危機で、アメリカとソ連が、直接戦争をしない冷戦が終わり、もし直接戦争をするようになったら、世界はどうなるでしょうか？それぞれの古文の国も参戦して、第3次世界大戦になるかもしれません。第1次と第2次の間が、約20年で、1962年のキューバ危機は、第2次が終わって約20年ですから、もうそろそろだということで、不吉です。また、第2次の最後には、広島と長崎に原爆が落とされましたから、第3次では、この性能をはるかに上回る核兵器が使われるかもしれません。そしたら、世界中が損をするというレベルでは済まず、人類滅亡です。こうして、このキューバ危機に対し、世界中が恐怖しました。当然、アメリカもソ連も、お互い拳を上げる素振りを見せながら、ビビりまくっています。だから、なんとかうまく、お互いのプライドを保ちながら、というか、多少プライドを捨てたのかもしれませんが、最終的には、お互い、身を引いたことで、恐怖の対戦を、なんとか回避できました。今のところ、歴史教科書に、第3次世界大戦が起きたことは、書かれていません。まあ、今後のことはわからないので、今のところって部分は、少し強調しましたけどね。ということで、今回は以上です。今後も公認の過去問解説をアップしますので、それを見逃さないように、チャンネル登録をお願いします。あと、コメント欄に、今回押さえた用語だけでも書いてくれれば、それだけでも、あなたの勉強になりますので、ぜひやってみましょう。